未だこのような人形を使い続けるとはな。揺れ動く心が生み出す美にこそ価値があるという。そう、彼女のように。まだだ感じるぞ、君の苦悩、迷いを。なんだと。なぜそうまでして私たちシャドルを追う。象か、それとも食材か。黙れ。過去と現在の狭間で揺れるその瞳、美しいな。その口を閉じろ震えているのか。殺しはしない。君の美しさを摘み取るにはまだ早い。行くがいい。おお、誰かと思えばバルログさんでしたか。ふん。よし、この私が再挑戦したニュードールズ、お気に召したです。戦闘力の上昇はもちろん、サイコパワーとの親和性をより高め、我らシャドルの命令に忠実に従うよう強化しているですよ。自らの行いの醜さに気づいていないのか。救いようがないな。うん、ナンバーツーの私に対して口が過ぎるのではないですか。ちょうどいいです。この際どちらが上なのか教えてやるですよ。ゲスが。少しはやるようですが、まだ。ご報告します。何ですか。個体番号006を発見しました。キラービーと行動を共にしています。006とあの目障りなキラービーですか。裏切り者は抹殺するとして、006は再調整すべきですね。どこにいる。こちらを。逃げるつもりですか。貴様の醜い顔は見飽きた。キャー、なんて忌々しいやつですか。見つけたぞ。ん、ファンメ、無粋な真似を。なんだと。なぜ人形のために戦う。己を犠牲にした美しさなど、所詮は一瞬のものだというのに。ジャミー、もうお前を、お前たちを戦わせはしない。かつての自分の影に苛まれ、もがき苦しむ、その歪みこそ君の美しさだった。
忘れたのであれば思い出すがいい。痛みとともに。私はまだ倒れるわけには。そうか。何がおかしい。君は気がついていないのだな。選んだ道の危うさに。何。いずれ知る時が来る。止まれ。ここで何をしている。貴様。今は待つとしよう。喪失の恐れ、絶望の嘆きから新たな美が生まれ出る。その瞬間。